クストハウスデザインの大橋です。赤羽です。よろしくお願いします。今日はどちらに来てるんでしょうか。今日は桜市の方に今伺ってます。はい、まあ、外交も庭の方も終わって、はい、もう住まわれて、で実際に今生活しているところを今日はご紹介させていただきたいなというふうに思います。今日もゲストがいらっしゃる。はい、じゃあ吉田さん、はい、ご協力よろしくお願いします。お願いします。吉田さん、よろしくお願いします。玄関入って、まあ、シューズクローゼット量どうですか、足りてます？あ、全然足りてます。こっちは空いてますもん。外で使うものとか今後増えてくると思うので、はい、ちょうどいいです。靴多いですね。すごいかな。で靴履いて、でここの全身鏡で、そうですね、チェックしてるって感じですね。前の家からちょうどいい感じだったんで持ってきた。うん、玄関もやっぱ広く見えていいですよね。そうですね。何も扉とかないので、はい、使いやすいです。最初扉があった方がいいかなとかは考えなかったですか？帰ってきてすぐにこう物を置いたりするのに、多分閉めないですよね。そうですね。閉めなくなると思います。岡村さん閉めないですか？閉める。窓があるから多分、ね、閉めると暗くなっちゃうんですよね、この辺。あ、それもあるから。ちょうどいい感じです。窓開けとくと、はい、休日とかも玄関周りすっきり歩きとかもして、うん、ね、大満足ですね。でも本当にもう窓開けると、うんね、うん、換気できる、うん、換気できるし、うん、この方が取りやすい、なんか綺麗にしておきますよね。そうですね、見えるようにした方がちゃんと整理するので、うんうん、確かに。ここに入りきらないのはもう、そうですね、ローテーションというか、ローテーションで使うやつだけ出して、はい、こちらも素敵な洗面台ですね。吉澤さんもこう置くカゴなんかも決まっていたので、固定で棚を組んで使いたいものをこううまく収納していただいてますね。このカゴっていうのはもう決まったでしょ？あ、この無印のカゴを使いたくて。あ、じゃあもうそのサイズに合わせて。そうです。これを何個置くっていうのを決めて作ってもらいます。この穴使ってますか？あ、そうです。ここ。穴ってなんですか？こうすると。タオル。ゴミ箱で。あ、ゴミ箱。あ、ティッシュとか。ゴミ箱があるので、はい、じゃあ。なんか暗くて映ってないですか？見た目すっきり。見さないときは、ゴミ箱はどこにあるんですか？この奥に箱があって、これで隠して見えないようにして。使い勝手どうですか、洗面台？あ、めっちゃいいです。うん、なんかすっきりしてて鏡も見やすいし、うん、でこの隣があれですね、脱衣所。脱衣所大丈夫ですか？大丈夫です。これ実際使って住んでみて、洗面アパートの時って多分洗面所と脱衣所一緒だったじゃないですか。うん、これ分けるのはどうですか？あ、でもここで、あの、扉閉められるので、はい、もうここプライベートみたいな感じで。あ、お客さん来てもこれだったら、うん、あ、そうです。洗面台使わせやすいですよね。うん、すごい、あの、分けてよかったです。あ、ここ広いし、着替えやすくて、うん、この脱衣所からここでまあ洗濯をして、でそのままランドリースペースに行けるっていう動線になってた。行きます？はい、お願いします。キッチンランドリー。あ、そうです、そうです。すごい。結構干しっぱなしなので、はい、あ、本当ですか？干してあって乾いたものをそのまま使っちゃったりとかして。これで広さが大体3畳分ぐらい。広さどうです？これぐらい良かったですか？あの、乾燥機つけるので狭い方が良くて。ああ、そうですよね。そうですよね。広すぎず狭すぎず、はい、本当に。でここのランドリースペースで乾燥して、でそのまま2階に持っていくとか結構面倒くさいじゃないですか。あの、ランドリースペースからウォークインクローゼットと離れてると、なのでこの横にウォークインクローゼット、はい、使うものすごい動線ですね。すごい。でこう抜けられる。じゃあコートとかで、はい、あの、玄関からすぐ帰ってきて。あ、じゃあ帰ってきて脱ぐ。あと出かける前にここ入って着るみたいな。そうです。動線いいですね。でもすごいいいです。こっちからも入れて、向こうからも入れて。平日はもう1回だけで急いで全部用意できちゃう。ああ。で着替えもこの中でも着替えて。じゃあ今度キッチンの方のご紹介ですね。
はい。キッチンはこの床が土間になってるんですよね、まず。床は土間ですね。これなんで土間にしたんでしょうか。これは最初、ネキストハウスさんにご提案いただいて、はい、で、土間いいねっていう、はい、話をして、フィーリングでそうなった。なんかまあ、みんな寒いとかそういうのを、はい、よく聞いたりする。イメージにありますもんね。書いてあったりするんですけど、はい、なんか土間の方がかっこいいし、うん、なんかお店っぽいですよね。汚れとかも気にしないでいいし、気にしなくてよくて、うん、でなんか、ね、色もいい、味も出てきていいかなっていうので、確かにちょっと汚れたりとか色ついてもそれもまた全然気にならないです、ね、味になりますもんね。足元もそんな冷たくないですか。あ、そうです、全然ですね。スリッパでここは歩くようにしてるので、まあ、はい、スリッパじゃなくても夏は涼しい感じ。ああ、確かにお風呂上がりとかね、ペタペタしてても、ね、うん、気持ちいい。お風呂上がりとかは裸足で歩いたりしてて、うんうん、そんなに寒くないです。で、このキッチン部分は一段下げてるんですよね。そうですね。これ大体まあ20センチぐらいここで下げてるような感じになります。こう座った時にちょうど目線が同じぐらいの目線になるようにっていうのを考えて一段キッチンの方を下げてるような感じ。意外と奥行きとかもすっきり広く見えて、うん、空間もなんか分かれる感じがいいですね。そうですね、キッチンのところ。これ下げてよかったと思ってて、うんうん、このぐらいの高さがすごいちょうどよくて、テレビとかも見やすいんで。あとポイントがこのキッチンのこの窓。あ、そうですよね。ちょっと今即席でカフェカーテンみたいにしちゃってますけど、まあ、普段ははめ殺しの窓になってて、はい、ね、開けてもいいし、昼間とかは開けても大丈夫だよ。すごい、これ特注の大きいサイズの窓になってて、いや、大きいですね、ほんと。あえて、森にしないっていうところが。いいですね、攻めるよ。もう、普段だから、開けたままでもいいかなっていう。ゆくゆくは、こう、まあ、ここにね、一部、こう、オリーブの木が、そう、ちょっとね、今、一本だけ植えてあるんですけど、ここも、これから、外にも木を増やしていって、まあ、このカーテンなくても。はい。緑が見えるように。そうですね。そうですね。で、目線も隠せて。普段食事は、じゃあ今度ここでお二人で。そうですね、こんな感じです。この横並びって良くないですか。もうちょうどいいですね。なんか向かい合うより良くないですか。そうなんですよね。なんだろう、気楽というか、なんか一緒のお皿で取り合って食べるから、うん、真ん中に置いて。ああ、なるほど。食器もすぐくれるし、ここにね、そうですよ、こうカウンターの下のスペースを使って、はあ、棚を。どっちも食器も結構たくさん、こっちも置くスペースありますもんね。そうです、そこもなんか置けるようにはなってるので、はあ、増えたら使えるなって。まだまだ増やせますね。帰ってきたらついてた。どうですか。あの棚みたいな。あ、はい、あ、それ前なかったですね。すぐ注文して取り寄せてつける。自分でつけたんです。つけられたんですか。すごい。勝手に。でもなんかこういうふうに棚どんどん増やしていくのも。そうです、多分そこもやりたくて、あの、はい、なんだろう、中のスタジオをつけていただいて、自由にこうつけられるようにしてあるので、今後増えるかもしれない。でもなんかそうやって住みながら変えられるっていうのがまたいいですよね。じゃあリビングの方お願いします、はい、基本的にあの部屋は分けないでもう吹き抜け、うん、でなるべく明るく広く窓を大きく。そうですね、上も羽殺しの窓にして、カーテンとかはきちんと違ってほぼほぼつけない。あとやっぱりこの土地自体の場所、立地的なポイントとしてこっちが西側になるんですけど、西側が開けてるんですよ、田んぼで。そうですね、何にもないんですよ。この立、まあ、将来的にも建つ予定がない、まあ、建てられない場所なので、この奥の田んぼの方は。なのでやっぱりこの景色をやっぱり生かすポイントとして、西側にこれだけ大きな窓を作ったっていうところですね。この奥窓からも外に出て庭とつながってるっていう動線になってます、はい。
階はまたすごいですね。すごいですよね。あ、そこ、お母さん初めてか。はい。すごーい。すごいよね。これ家ですから、ね。こっち店ですよね。セレクトショップ。セレクトショップ。初めてじゃないかなと思うんですけど、部屋ないんですよ。家に。0LDK ですよ。あ、そうなんですよね。やっぱ家全部が LDK というか、なんか昔の、なんだろう、子供部屋、寝室とか、こう細かく仕切ってなくて、大きな大空間っていうのがやっぱり。そうですね。これも全然困んないというか。まあ、エアコンも1台大きいのつけてればあったかいですし。ああね、ペンションに行った時に、この上も仕切られてなくて下と繋がってるのがすごい良くて、あ、そういう風にしたいなと思って、はあ、あ、それをおっしゃってましたよね、はい、こういう風に、あとはですね、棚収納で空間を分けていく、一応仕切っているつもりで、なんか仕切んなくても別に良かったんですけど、はあ、なんか服お互い多いんで、あ、奥さんゾーン、旦那さんゾーン、じゃあこっち、じゃあこっち俺ねみたいな感じで、ああ面白いですね、勝手に分かれていた。でも分かれてって、その中になんかこうベッ、まあベッド、そうですね、寝るスペースがこう確保されてて、ってじゃあなんか単純にもう景色も綺麗だし、はい、場所的にこっちかなっていう、でもそれも感覚ですよね。そう、飽きたら移動しようかな。ああ、そうです、部屋区切ってないから、それができるっていうのはすごくないですか。ベッドここにしてもいいし、ああ確かに、飽きたら変えるか、飽きたら、ね、今度こう入れ替えるとか、そうだね、なんか自由に変えられるっていうのが、そうです、面白いですね。吉澤さんの家のポイントとして、やっぱりこの仕切りが全くない、2階もだから、なんだろう、窓利用してないというか、なんかそこが吉澤さんにおいつでしたっけ。今私が27ですね。奥さんは26です。26歳だから、多分どうしよう、まあ俺ももう30代、うん、あ、40代、うんうん、40代、やっぱりなんだろう、その世代の違いっていうか、なんか今の20代とかこれからの家作りの人って、なんだろう、やっぱりここは誰の部屋とか、ここはこう使うとかっていうのを決めない家っていうのでも、やっぱ暮らせるんだなっていうのをね、なんか吉澤さんが教えてくれた感じも。俺もこれ自分で設計してて、ここ2階よ。これ吉澤さんどう使うのかな。まあ後から変えていけるのが一番いいかな。ああ。区切りたければ区切ればいいし。若いからまだ決められないところもあって。いや、でも本当そうですよね。今は今一番使いたい使い方で使って。で、後から足していった方が、そうですね。絶対いいですよね。壊してくる。そうですね、壁とかも、まあ、作ろうと思えば作れるのかな、うん、いやでもやっぱ暮らし上級者ですよね。いや、すごい、すごい、すごい。大工さんも、まあ、工事、まあ、作業しながらどうするのっていうような、いや、作業したんじゃない。とりあえずどうしてもなんか三角やね、はいはい、切り妻の感じがいいっていう、梁も見える方がいいから、針を写してもらいたいんですけど、これ針がすっごい綺麗なんですよね。シンメトリーなんですよ。ちょうどここを対角線に、ここからこっちが綺麗にスパッと、わ、同じなんですよ。この針の入り方が。最初ローファーがいいかなって話してたんですけど、はい、この形でもローファーベースでできるって聞いたんで、うん、もうこれしかないなということで。あ、そうですよね。左右対称が良かったんです。うん、ああ、そっかそっか。これ綺麗ですよね、ここ。そうですね、なんか。ここ眺めてるだけで。でもこの針とかもどんどん焼けてって、もう最終的には、うん、この古紙じゃないですけど、うん、だんだん良さがついて、色がついてくるので、また良くなってくるんですね、うんうん。なんか間取りがシンプルだから針もこう綺麗に入るってことですよね。ごちゃごちゃしない。うん、変に壁とかできると、うんうん、ごちゃごちゃしちゃうんですけど、それがないから綺麗にできるんですよ。ここもね、窓そうですね、こっちも開けると、お、ここもすごいね、うん、ここもまた大きい窓2つあるから、う
もう風がしっかり抜けそうですね。そしたら、そうだね。窓を開けて、うん、空気入れ替えします。もともとうちは何で選んだんですか？やっぱり木材とか、ね、あと植栽とかが合う感じの家がやっぱいいなと思ってて、それでネクストハウスさん、ちょっとモデルハウス見学させていただいたら、ね、感動しました、うんうんうん、天井とかも程よい高さでやっぱり、うん、で木材とか梁が見える感じとか、私結構自由にできたよ、ね、そうですね自由に設計できるというのがやっぱ一番良かったです。うん、もう絶対にこれじゃなくちゃダメです。そうですよね。あとはまあ何も我々言わなくても大体提案してくれるんで、それでもうじゃあまあなんかいい感じだからやっちゃおうとか、うん、ちょっとこの辺板つけたらいい感じだからやっちゃおうみたいな。困、うん、ったこととかね、なんか迷ったことも特にないし。あ、本当ですか。何で悩んだんだろう。ないっすね。なんか今がすごい良すぎて何で悩んでたか、覚えてないぐらい。ないね。結果すごい良かった。うん。コンセプトは家っぽくない家が良かったっていうのがあったから、うん、そうですね、家っぽくない家、家っぽくないって言われます、うん、へえ。でも家っぽくないねって言われると嬉しくないですか？あ、そうですねうーん、ネクストハウスさん選んだのはやっぱりモデルハウスに行った時にすごい家の雰囲気が明るくて、こういう家に住みたいって思って、細かいところだと木材とか、なんかアイアンを使った感じとか、あと階段がすごいおしゃれな階段だったりとか、そういうのがすごい良くて、もう悩む暇もなく選びました。うーん、でも間取りもすごい悩んだんですけど、なんか提案していただいた水回りとかの動線がすごい良くて、これは絶対取り入れたいって思って、で間取りとか考えるのもすごい楽しかったです。なんかどういう暮らしをするかを考えながら、なんか細かいところを決めていくのもすごい楽しかったです。窓の位置とか、うん、あとその窓からどういう景色が見えるんだろうっていうのを考えながら、そういうのを決めるのも楽しかったです。ありがとうございます。今一番住みたい家の形とか間取りを自由にやっぱりこうできたっていうのが、うん、ネクストハウスさんだから良かったかな、うん、思います。老後とかある。でも老後はもう、そうですね。考えても面白い。そうそうそう。キリがないし。そうですね。やっぱ今がね、なんか楽しくやっぱ暮らせる、うん、でその延長線上に、そうですね。やっぱ家と一緒にこう、ね、年重ねていけると一番いいのかな。そうですね。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。